オフィシャルホームページをご覧の皆様、こんにちは。この度、ナイロン 100°C 第40回公演、我が闇に出演いたします、犬山犬子です。峰村理恵です。坂井真希です。今回、我が闇は、はい、再演ですね。ねえ、はい、まさかやると思わなかった。そうですね。そのね、我が闇を最初やってた時にまたやるっていう話はなかったです。なかったなかった。ですよね。うん。うん。どうですか、やりますって言われた時は。私、あの再演というもの自体が初めてなんですね。あら。あら、すごく。やだな、それ。ね、そう、ちょっとどんな感じになるのかなと、ね、同じことを、こうね。何年前なんですよ。5年くらい前ね。5年ちょい。ねえ、ナイロンも20周年公演、記念公演、記念公演なのね、うん、そうそう、じゃあ記念しないと、記念の人なんだよナイロンの記念に残る、嬉しいですね、そうですね、はい、本当に嬉しいと思って嬉しいですよ、本当に嬉しいですよ、はい、そうですか、はい、記念になるような感じで、うん、そうですね、はい、やりますか、はい、はい、はい、私の、やります役は柏木達子という役でございますで、あの柏木家の長女ですね、うん、そして私は次女で結婚してお家を出たので森口つや子という次女をやっております。で三女の柏木るい子です。はい、るい子ちゃん、はい、るい子ちゃんはあの女優をやって夢破れあ家を飛び出して飛び出し、ね、帰って帰って、ね、突然帰ってくるような役ですね。いいところからね、うん、物語。お姉さんは小説家なの。お姉さんは小説、割とちっちゃい頃から書いていて、ね、まあ今も書いてる、うん、結構しっかりしたお姉さんですね、まあ、しっかりしなきゃいけない感じの状況、兄弟もこんなだしね。そうそうね、私はもうこうね、旦那様がね、うん、うちに秘めた感じ、耐え忍ぶ、耐え忍ぶド M だよね。そうそうそう、旦那さんが本当にダメなのね、嫌、うん、なね、うん、ね、今三女もこんなだからね。そうですね、そう大変ですね、うん、大変な姉妹、うん、はい、そういう話です。これはもうあれでしょ、坂井さんね、あの歌のね、ダメですか。あ、そうですね、あの、ね、歌うシーンがあるんですけど ね、 、うん、ね、今回もあるんでしょうかね。ね、どうなんだろう、わかんないですけどね、ハモるんだけどね、はい、毎回こう、そのシーンが終わって楽屋に帰ってくると、はい、水山さんが坂井さんにちょっと違ったよねそうなんですよ、もう本当にこの話がもう一回再演しますよってあのケラさんに言われた時に、その時同時にあのよろしくね、あのハモリをねっていうのもあのセットであの言われましたんで、じゃあやるってことですね、はい、あ、そうだね、そうですね、そういうことですね、うん、はい、あれ難しいんですよね。そうなのよね、本当に、うん、私はでも簡単なの、普通のメロディだから、ね、ハモるのは ね、 はね難しいんです。そう、でも頑張ります ね、 そうですね、はい、去年のクリスマスからもう練習してんの？もらって、うん、その、はい、ケラさんに会うたびにやってるか、うん、やってるかって練習酒井やってるかってあの言われるんで、あ、はい、で、はい、あの制作の方にいただいてお風呂の中で、でもあの正しいのが何だか分かんなくなっちゃう。全然ダメじゃないの？そうね、それを客観的に旦那さんとかに見てもらって、そうですね、聞いてもらってですね、はい、いいでも頑張ります、うん、あの、はい、はい、頑張りましょう、はい、お願いします、はい。今回あれ全員全くキャストが変わらないで、はい、なかなか ね、 ね、再演っつっても一部キャスト変わったりするのが多いけど、ね、今回はね、岡田君、岡田義則君と長谷川君、長谷川君、うん、そうか、そうですね、ね、真希ちゃん、はい、全く客員の方も一緒でね、そうです ね、 ね、男性の好きなスポーツの初演が長谷川君、そうか、出てるけど、うん、あ、それ以来ってことか。そうですね。ね、岡田くんは？え、あ、岡田くんはわしはあのナイロンじゃないけどケラさんのコクーンのやつで夫婦役をやったので割と最近な感じ、感じでは
あるけどね、うん、でもあのケラさんがいつも台本があのなかなかっていうのがやっぱりあるじゃないですか、ね、うんうん、でも今回あってケラさんももうほぼ同じでやるよっておっしゃってるので、ね、その演出がなかなかいつも急ぎ足になっているのが、うんうん、今度じっくりあるのですごい楽しみですね。寺さん細かいですよね、きっとね。そうじゃことないですか。いやでも時間かけられればね、うん、そうだよね。そうね、それすごい楽しみにしてます、うんね、私もでも楽しみ、久しぶりにじっくり寺さんの演出を受けられると思って、ね、最近なかったですからね。でもまあ一部書き換えるようなこともさっき言っていたので、 そうだ、うん、それがね、どのぐらいどう変わるのか、うん、あとなんか時事ネタ的なものも多分 あるから、うん、ね、その辺も変わったりはするとは思いますけれども、はい、楽しみですね。楽しみです、はいはい、地方公演はなんか初演の時はさ結構いっぱい行きましたよね。行ったの、札幌とかもやったよね。行きました。そうか、猪之助さんが携帯なくした。そう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 、雪の中に白い携帯を落として二度と見つからなかったっていうね。雪国の人は白い携帯持たねえ方がいいなっていう話をね、うんうん、大騒ぎになりましたね。なったなった、大雪だった、大雪だった、すごかった。そうだったですね。あと九州も行きましたもんね。行った、うん、北九州、うん、大阪行って、でも今回は少ないですね。そう、そうなんですか。名古屋が最終、一番最後なんだ。大田九州、名古屋と大阪と北九州、あ、神奈川っていうとやるんですか。そう、神奈川で、神奈川でやります。やります。楽しみ、はい、ね、美味しいものね、ね、ゆっくりできる時間があれやいいんだけど ね、 そうですね。作品の一番の魅力ねえ、三姉妹の三姉妹のいろいろなこうね、心の交流心の交流、いやね、姉妹と言ってもいろいろこうね、分か知らない部分がきっとその三人もあると思うんですけど、それをちょっと垣間見た時の私だったらね、お姉さん、あ、そうだったんだなとか思う。私はそういうなんかそういうところがちょっとこの作品は好きなんですけどね。なかなか人間のそのなんなんでしょう、見えてる部分とは違うところが、うん、こうチラッチラッと垣間、そうそうそう、割とでもすごいなんだろう、繊細なことの積み重ねで。うん、あとやっぱ映像が、あーすごいもんね、ナイロンって映像をよく使うって言ってて、うん、それの一番なんか最初の衝撃的な、そうそうそう、リンクの仕方っていうか、うん、その実際舞台と同じものなんていうね、うん、あの今もう流行りになっちゃいましたけどね。なんとかね、なんとかかんとか。プロジェクションマッピングですよ。そうそう、なんとかかんとかって。そうそう、それの一番なんかそうそうわーっていう。だからやってる時は私ら見れないかって、うん、後で映像で見た時に、すごいですよ、ね、そうって思って。リーちゃんコメンタリーで気持ち悪いってなんか気持ち悪いってって思ったけど、まあそういろんな衝撃的なやつを。あれはもう一回見たい。そうね、自分お客さんだとしても、うん、見たいなと思うので、ね、そことその、はい、そうですね、人々の、そうですね、サザエさん何も喋ってませんけれども、私の魅力ですよね、あ、私を見て私がね、私が魅力、記念10だからね、15周年と20周年っていう記念に出る女優として、私は記念しか出ません、うん、これ何周年ですか聞くみたいなですか、うん、でもあのあれですよね、あの家族のね、はい、あのねこうなんか絆みたいなっていうか、みんな見てくれた人がこうどこか自分にいろんな部分で それぞれの人がそれぞれのとこがなんかこうツボに入るというか、うんうんうん、っていうなんか皆さんがこう意外に
なんか泣いてらっしゃったりとか、うんうんうん、なんか反応がこう胸にくる反応をしてくださってましたよね、うん、なんか自分のそれぞれ立場違うけど、うん、その身を置き換えて結構だから中に 入る感じで見てくれる人が多かったですね、うんうん、そうですね、本当に家族劇っていう、そうですね、家族の話ですね、うん、うちのおばが見に来てくれて初演の時に、うん、私のつや子ってちょっとすごくこう抑えて旦那さんの言いなりっていうか、それをすごく気持ちがわかるわって言っておばさんなんか大変だったのってちょっと思っちゃってそれ聞かなかった、聞かなかった、聞きにくい、ね、みんないろいろあるんですよ ね、 ね、あるね、うん、そういうとこがきっと ね、うん、見どころってかもしれないですね、なんて、うん、ちょっとまとめてみましたすいません、天井にまとめてみました、はい、この我が闇はですね、ナイロン100度 C20 周年公演の第3弾の締めくくりとなっております、ということで東京公演をはじめ、名古屋、大阪、北九州ですね、神奈川、神奈川今言わなかった、言った行きますから、ぜひとも見ていただきたいなと思います。それでは皆様、劇場でお待ちしております。